はい、それでは、アンチャーテッド海賊王と最後の秘宝第12回やっていきたいと思います。よろしくお願いします。今日は、第11章東大元暮らしからですね。よし、始めていきましょう。まあ、とりあえず街を散策しながら行きますかね。あ、なんかある。え。これどこで？そいつは掘り出し物だ。安くするよ。500ドルだ。高っ。そうなんだ。偽物かもしれないぞ。50ドルでどう？400ドルだ。本物だよ。欲しがってるやつは他にもいるんだ。買いないよね。だって200は俺の全財産。300ドル以下でそれを売るつもりはないよ。これが限界だ。分かったよ。300ね。ネイト、マジで決まりだ。ありがとう。交渉うまいの認める。どうだかね。え、シセルモッシー。あ、でもこれ一応宝物なんだ。アンティークな方位磁石。一応本物なのかな。サービス席ジェンプ。リンゴは取れたてのリンゴ。1500円。もう分かったよ。ほら。ああ、優しいお兄さんだ。ありがとうね。お友達も。リンゴはさすがに宝物じゃないんだ。まあそうだよね。リンゴだもん。ça fait longtemps que vous habitez à la belle。ここはなんか美術館的な感じじゃない？ごめんなさい。上行けないんだ。怪しい。お宝の匂いがする。ほらった。土器のコップ。あ、上行け。上はさっきのとこかな。これ登れないのか。登れないんだ。これ何語だろうね。あ、リンゴ捨てた。ポイ捨てよくないと思います。あ、なんかあったような気がする。あ、なんだろう。ああ、ネイト、いいだろう。キツネザルだぞ。ほら、サリーもどう。遠慮しとく。かわいいのに。かわいいやつ。あ、サリー。ついてきた。あ、なんだ。一緒に来てくれるのかと思った。ちょ、サリー待って。吹き出しが出てる。いや、これが終わったら犬が欲しいな。ここから無事に帰れたらプレゼントしてやってもいいぞ。マジ？名前はビクター。いいね。メイト、これ買ってやろうか。そんなの着る場がどこにいるんだ。ああ、ここにいるぞ。買うのかな。ジャポーンって言った今。なんかいい匂いしないか。
柿があるね。ちょっとごめん。で、塔には着いたけど、多分これそのままじゃ入れないよ。きっと。絶対どっかから多分入るんだと思うけど。おいしい。あそこの窓割れてるぞ。あそこってどこ？ダメだ。忍び込むしかなさそう。あそこの窓ってどこ？忍び込むって言ったんだけど、サリー。あそこの窓ってどこの窓よ？サリー、ここから入れそうだぞ。いいね。はい。大丈夫か？先に行っちゃったろ。追いかけるから。あ、あそこの窓ってあれかな？楽しんでんの？はい。じゃあ何があるかな？え？街中だからな。こう持って帰るの違うすんじゃないの？開けられないと。ゆっくりやろう。とりあえず目立たないように行動だ。大賛成。立派な建物。開くんだ。すごーい。あ、時計か。本当にでっかい。ねえ。でっかいけど結構ギミックありそう。あ、天秤のマーク。これは？方角で天秤乗れない。でこれはで方角が書いてある。特にヒントっぽいのはないよね。とりあえず適当に動かしてみよう。あ、コインをはめる。これは何かな？おお。おお。おお。サソリ。そうだね、星座だね、多分。自分こういうの分からないんだけど。金も上に4つ。で、金出してみっか。わ、すごい。ああ。これ間違いないな、サムを。はいよ。サソリ、水亀、獅子、ウルシ。レスデンだ。おい、サム。自分こういうの。折り返せ。この町は電波が悪いな。待たなくてもいいだろう。スコーピオ、レオ、読めない。石像が出てきた順番、サソリ、水亀、シザ、オシザ。サソリ、水亀、シザ、オシザ。それが。ああ、なるほどね。あ、で、こういうふうにかけて。
すぐに戻る。普通に考えたらこの重りみたいなやつに飛び乗るような気がするんだけど、合ってんのかな。オーケー、もうやべ。すごいじゃん。見ろよサリー、まだ動くぞ。みたいだな。歯車に挟まれないように気をつけろよ。任せろ。今度こっちかな。ああ、で上行けるね。いや、もうでも行ける場所なくなったんだけど。あそこっぽいな。くぅ、なるほどね。どうやっていくんだろう。こう落ちてるときにそのままな感じでいくのかな。こうだ。ああ、いけた。やばかったな。大丈夫？ああ、オッケー。よし、あ、登るんだ。おい、大丈夫か？いや、わかんない。信じろ。聞いたことあるセリフ。あれ、どうすんだろう。いや、違うな。じゃあ、あそこをくぐるか。今、行けたね。よっ。ここじゃないな。ここじゃない。サソリ座。水がめはそこだな。これ落ちたら死ぬかな。
水がめ。シーザーどこだろう、上だろうな。シーザーさっきのとこだもんな。一回戻んないといけないな。下、この下なんだよね。多分一番上だよね。とりあえず上に向かっていくか。なんか来てんの、びっくりした。なんか落ちてきてない今。あれだな。今出たな。ほっ。よし。いいぞ。なあ、サムから連絡は？ないんだ。大丈夫か。電池切れとっただろ。これ登るの？ああ、これ仕掛けて階段が下がった感じなのかな。ちょ、手帳見とこうか。ああ、キツネザルがいる。前ビクターにしようだって。もう一回。どうしたらいいんだろう。わからないな。
けだった。なんか外行けるんだけど。わかんないな、これどうすんだろう。ここまで後で来るのかな。ちょっと後かもしれないな。ちょっと一回戻るか。まだ中見てないから。これだ。ああ、なるほどね。もうやべ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 。これ壊れたってことはもうこれで使うことはないってことだよね。おふう。行ける場所がないんだけど。行けた。ここ登るのか。マジかよ。よし、そこだな。そこだね。ちょっと予想外の場所だったわ。あ、すんごい綺麗だね。絶景ですね。サムが無事でやってるといいけど。いいぞ、サリー、着いた。こりゃ、ちょっとうるさくなりそう。おー、うわはは、危ない。悪い、ハンドルが取れた。これでやるか。ノン。あはは。死んでるって。ああ、びっくりした。あ、サリーはおった。わかんない、金鳴らしただけ。まあ、扉は開いたよな。結果オーライだな。パワー系だね。さあな。よし。あ、ほんとだ。
なあ、もらっとくよ。何があるかな。お宝がザックザック出てくるように祈っときますか。遅いぞサム、無事か。ああ、こっちの塔は外れだった。なあ、そりゃこっちが正解だからな。待ってんぞ。おい、マジか。よし、すぐ行く。来るってよ。よし。ナディーン部隊が来そうで怖いな。大丈夫かな。アンちゃんの敵はね、すーく来おるから。サリー、待ってたぜ。おお。あ、すごい。こいつらは。おお。エイブリーとテューダだ。悪夢だ。すごい立派な像がある。わあ。剣がある。そこになんか怪しげないかにもなギミックが用意されていますね。わあ、全くわかんない。どこりゃな。まあいじくってみるか。建国書、なんだ。ゴミ王国のじゃないか。エイブリーとテューの印だ。うん、でもちょっと違うな。ちょっと違うんだ。星のパターンが入ってる。星の、ああ。回るぞ。でもどうすりゃいいんだ。だこりゃ。アダム・ボールドリッジ、アンボニー、それとクリストファー・コンデントだな。えっ、これも。あ、これわかんない。組み合わせの数が多すぎる。とりあえず行ってみっか。お宝がまだあるかも。だといいな。そうね、とりあえず行ってみよう。見ろよ、ほらな。ボールドリッチとボニーとコンデントだ。はいはい。で、なんでここにいるんだ。調べてみよう。あ、ゲルミ。ゲルミとこれだよね。ボニーは赤毛か。ダメだ。違う。あ、これか。これ見ろよ。さっきの部屋の2つ。ああ。確かに。変えといて。なるほどね。ああ、こいつ確か別また星のパターンがある。うん。でもさっきのとは違うみたいだな。へえ。鋭い。ありがとう。ただの二枚目じゃねえぞ。うわ、あのヒゲ、サリーといい勝負だな。まだまだ。そんで、エイブリーとテューの印だ。なあ、ほら、星が一致しただろ。これも同じはず。ちゃんと書いて。こう。
しまってる。こう。このパターンだ。もう一回見て、ドラゴンが下向いて、下向いて、あ、合ってんじゃん。で、これが、こうじゃん。惜しかったね。それは知らないの？ほら、海賊はいっぱいいるからさ。まだだって。電話貸して。お友達に聞くのか？まあな。サムに聞く。はい。いいぞ。ところで、悪くない絵だよな。お宝がなかったら代わりに美術館に売っちゃうか。まずは星のパターンだ。はいはい、冗談。はいはい。ウィリアム・メイズ。アメリカ人？ああ、ロードアイランド。ヒューと一緒だ。あ、電話。おい、まだ10か。しもしも。ああ、今降りたとこ。で、この写真は何だ？詳しくは後だ。こいつらがわかるか？ああ、イルカのはリチャード・ウォントだ。リチャード・ウォント。見つかったのはジョセフ・パレルで、手と真珠のはウィリアム・メイズ。サンキュー、電波のいい場所にいろよ。また聞くかも。おい、まさか見つけたのか？まだだよ。でもパズルは解けそうかも。またな。あ、これ絵が倒れてるんだ。こんにちは。ウォントは学者かぶれか？リチャード・ウォントだ。ドルフィン号の船長。ウォントとボールドリッジはカツラで張り合っちゃってま。で、これザリ、ちょっと。あいよ。どうも。曲がってない？誰も見ないだろう。俺が見んの？てーんと、このファレルの顔、こんなひでえの久々だ。え、ふし、あー、あったあったあった、ごめん。ほら、で、わー、これはパターンが膨大ですね。1、2、1、2、3、4、5、ここしかないんだよな。こうだな。こう。いや、これで合ってると思うんだけど。違ったらまた考えよう。あ、しきた。今度4つ。今度は誰だ？まさか本気で知らないわけじゃないよな。違うって。サムも知ってるか確かめるの。役に立ちたいみたいだし、だろ？
そうか。おりゃ、何があった？あ、燃えてる。ほれ、調べよう。まあ、とりあえず何もない。エドワード・イングラム。また体格がいいこと。結構馴染んでるからわかんないな。見つけられない。え？もう普通に本当になくない？え、わかんない。え、ヤジード・アルバスラ。インド人かな。惜しい。ムガール人。ムガールってエブリーが略奪した、迎え入れたのか。そんなことあんのか。あ、これはここにあるわ。名前がない。こいつはムーア人かな。あ、電話かかってきたっぽい。返信来た。レフトトゥーライト。サムも知らない。エドワード。大人げないぞ。だよな。本題に戻るか。あ、ちまって。今の見ればよかった。他よりもかなり若いな。全然わかんない。見つけられない。嘘やろ。あった。2つ。なじみすぎやろ。あった。二人名前が分かった。まあこれでもなんとかなるだろう。ああ、なるほどね。この二つが分からないのか。三、ああでこれで四があればハマるかな。ハマった。天秤が逆。あー、でこれ分かんないのか。虎が下向いてるな。下と向こう側、ちょっと行く。よし。こりゃなんだ。なんだろうな。またサムに聞くのか。は？ほら、あいつは海賊博士なんだって言ってたろ。はい。というわけでね、多分今日ちょっと長時間になってます。けど、カットして、ちょっと短くはしてると思いますけれども、ちょっと謎解きパートのみでしたね。まあ、ここで一旦終わって、また、この先は次回、やっていきたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。珍しく戦闘パートがなかった。